ちゃんは日頃からこのサガット同キャラ戦においてはもうサガット同キャラはボンちゃん有利みたいなこと言ってるじゃないですか。あ、そんなこと言ってるんですか。僕初耳なんですよね。そうですね、僕の記憶が確かならかなり言ってますね。本当ですか、はい、ちょっとその対策ってやつをボンちゃんが見せてほしいですね。そうですね。さあ同キャラ戦は玉打ちの勝負、そしてどこかでワンチャンスを取りに行く大胆さの勝負でもある。さあ花丸キー、まず当ててますよ、玉を当ててますね。体力リードは花丸キー、このわずかなリードが後々響いてくる。この組み合わせ移動パカ、しっかり耐久を取っていく、少しも取っていく、相打ちをしながら、うわ移動に刈り取った。これはかなり花丸キー乗ってますね。そうですね、状況的にはその勝ちたがりかなり優勝に近いというチームなだけに、その大将を務めるボンちゃんのプレッシャーはかなりのものですかね。いやもうやりたくないですよ、自分やったんで、この前この前やったんで。そうですね、うわっと中足ショット止まった。大パンの振り合い、花丸キがかなりこれは有利な1ラウンド目となった。どうする、さあボンちゃんは冷静にいけるか。うおー、前捨てからのしゃがみ中盤グラつぶしから、ただこれはまだ花丸キじゃないですか。そうですね、キャノンはまだ花丸キの方が使えるという状況、前に出る。しかしコパンはガードになる。うおーボンちゃん前に出る、あーそこで前に出る、この診療玉打ちだけではない、この崩し、これがボンちゃん、ね、ちょっと端で中足ショットが当たった時に攻め出したかったですね、はい、そうですね。さあイエチショットを当てるのは花丸キ。さあ1ラウンド取ったもののこの勝ちたがりが沈むか否かという瀬戸際、対象を任されたのはこのボンちゃんのサガット、赤いパンツに緑のライン、黒いパンツは花丸キ。おお、ちょっとしっかり当てたが、じゃあショットをうまくねじ込む、上通る。さあパカが出ないのはこの昇竜使いにとっては精神的に大きなものがある。これかなり嫌ですね。ですね、1ラウンド取ってるとはいえ、はい、ボンちゃん側は勝たなきゃいけないっていうオーラが多分すごいと思いますね。そうですね。さあ2位、しかし1ラウンドあの崩し脅威の前捨てしゃがみ中盤グラつぶしを見せたこのボンちゃん、こっからの逆転の青写真はすでに描けているのか。前に出る EX アパカ、画面端になる、ガードしてゲージを使わせてボンちゃんゲージ1本という状況、イエショット前に出る、しかし今度は投げた花丸キ対応。さあどうせ EX2 から垂直している、削りきれない、最大きっちり右手を振り上げた、仲良し5人組のピンチを救った。と焦っちゃいましたね、はい、スーパーピンチでしたね。これボンちゃん